イエスが裁判を受けている最中、隠れて見守っていた弟子ペテロ。実は前の夜、イエスはペテロに「鶏が鳴く前に3度私を知らないと言うだろう」とおっしゃり、絶対に言わないと否定したペテロであった。なあ、ちょっとあんた、イエスの弟子じゃないのかね。いや、違います。人違いですよ。間違いない、イエスを捕まえたと聞いたやつ。違うってばー、逃げるんじゃないぞ。イエスを愛するペテロ、今後悔中。あんた後悔してんのかい。イエスを愛するペテロ、今号泣中。イエス、あの時はめっちゃ怖くて嘘ついて逃亡。ペテロ、この臆病者め、どうしてあんなこと。非常だぞ。イエスだろ。あら、ちょっとあんた、イエスの弟子じゃないのかね。いや、違います。ペさんで間違いないと思うけど。何を言ってるんですか。いやいや、間違いないわ。人違いですってば。効果がイエス様。ペテロよ、あなたはこの人たち以上に私を愛するか。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。イエス様。俺はペテロ、もう昔の俺はいない。イエス様の弟子として今、新たに生まれ変わる。イエスを愛するペテロ、愛するイエスと共に。これからは福音伝えるよ、イエス様。 I love you。 I love you too。